平野紫仕様のボイメン脱退との共通点を元関係者が語る。今年の5月22日、金プリのメンバーであり、ジャニーズ事務所を退社することが決まった平野紫仕様。 彼は2022年11月にリリースした金プリの11枚目のシングル、月読み、彩りがミリオンを達成し、個人としても TBS 系ドラマ、黒詐欺での演技が高く評価され、第26回日刊スポーツドラマグランプリの主演男優賞を受賞しました。 CM やバラエティ番組でも活躍し、順調にキャリアを築いてきたように見えますが、2019年に亡くなったジャニー北川さんとの夢である海外進出はまだ実現しておらず、これが彼の脱退の決意につながったと言われています。キンプリのデビュー当時は典型的なジャニーズの輝かしいイメージでしたが、 最近ではヒッツホップ要素の強いダンスナンバーや英語の歌詞、国外展開も意識したクールなイメージに変わってきています。彼は夢の実現に向けて進んでいると思われていましたが、日本での忙しさが増すほど、皮肉にも海外進出のタイミングが遠ざかっていくということで、彼はストレスを感じていたようです。 彼が有名な海外のダンサーに振り付けを依頼することを提案したのは彼自身でした。彼は幼い頃からダンスを習っており、プロのダンサーからも非常に褒められています。エンターテイメントの本場で活躍したいというのは自然なことですね。さらに彼の憧れの人である山下智久も海外志向ですから、彼は刺激を受けているでしょう。彼がジャニーズを辞めた後、 韓国のエンターテイメント企業廃部に一筆席するという噂もありますが、彼はまだ英語の勉強中なので、現実的には語学留学をする可能性が高いです。芸能リポーター。今年の1月9日、元地元関係者によると、平野潮は金プリを脱退し、そしてジャニーズ事務所を退社することが決まっています。 彼は個人としても成功を収め、2022年にリリースされた金プリの11枚目のシングル、月読み、彩りはミリオンを達成し、ドラマ、黒詐欺での演技も評価されました。彼の夢は海外進出でしたが、ジャニー北川さんとの共同目標は現実のものになっていませんでした。それが脱退の要因とされています。 キンプリはデビュー当初は典型的なジャニーズグループとして活動していましたが、最近ではヒッツホップ要素の強い曲や英語の歌詞を取り入れ、国外展開にも意識を向けるようになりました。平野は海外で活躍しているダンサーに振り付けを依頼することを提案しました。彼は幼少期からダンスを習っており、プロからも高く評価されていました。 また、平野の憧れの存在である山下智久も海外志向があり、彼から刺激を受けていたようです。脱退後は韓国のエンターテイメント企業ハイブアップの遺跡の噂もありますが、まだ英語の勉強中であり、語学留学をする可能性も考えられます。2023年1月9日には元ジャニーズの滝沢秀明がツイートで、無限の可能性を信じて動くかから、 と匂わせをし、ファンや芸能マスコミが平野との合流を予想しています。滝沢もジャニーズの海外展開に尽力していたため、これは現実的な話とされています。突然の脱退発表であったため、その後の平野の動向には注目が集まっています。彼の魅力は、活躍の場を世界へ広げたい、という確固たる信念にあるでしょう。 地元の愛知県で芸能活動をしていた頃、平野はボイメンという地元のイケメングループに所属していました。ボイメンも全国的に人気があり、一時はジャニーズの脅威とまで言われていました。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。